東京証券代行株式会社は、東京都千代田区大手町に本社を置く、証券代工業を主業務とする企業、三井住友トラストグループである、日立製作所の株式業務部門を独立させ1962年に設立される。以降日立製作所の子会社として営業していたが、2004年に、 中央三井信託銀行株式会社への株式譲渡が発表され、翌2005年に同行の子会社となった。2011年に中央三井トラストホールディングスと住友信託銀行が経営統合し、三井住友トラストホールディングスが発足して以降、三井住友トラストグループ参加である。証券代行専門会社として企業の株式事務代行、 株式関連のコンサルティングを行うほか、株式実務に関する著書及び期間紙東証代頼よりの発行も行っている。2020年9月24日に、三井住友信託銀行が公表した、プレスリリースによると、当社が受託した株主総会の議決権行使、集計業務について、三井住友トラスト TA ソリューションを通じて、再委託した。 日本株主データサービスにおいて2020年5月から7月に開催された株主総会のうち当社が受託した38社で株主総会の議決権行使をめぐり期限当日に届いた議決権行使書を集計から外すといった不適切処理が行われていた。ありがとうございます。